ライブステーション日本海さん、ここはあのタジマ牛、僕もちょっとあんまり詳しくないですけど、この辺りの有名なこう牛肉ですかね。この赤いメニューがタジマ牛を使った、定食とかラーメンとかですね。あとこの赤字で書いてあるメニューもおすすめでですね、鶏の唐揚げとかサバの煮付けとか。裏側には一品料理、単品関係ですね。あと時期のメニュー、夏はうなぎ、牡蠣フライ、あ、冬は牡蠣フライですね。あ、そうですね、セレクトチェンジ、定食丼にお付けしている味噌汁、豚汁、貝汁に変更できます。差額分プラスです。どれも美味しそうなんですけど、今回は田島牛のハンバーグ定食 と、鶏の唐揚げ定食で、それぞれあのお味噌汁から貝汁、豚汁に変更して、はい、頼んでみましたので、はい、私です。めちゃくちゃ豪華。ハンバーグ定食に味噌汁をこう貝汁に変更しました。もう見た目がめちゃくちゃ嬉しいですね。美味しそう。ちょっと寒かったんで温まりたいんで、まずこの貝汁からいただきたいなと思います。わ、すごいですね、大ぶりなアサリですね。いや、あったかいな。うわ、美味しい。アサリも。うん、あ、これ美味しいですよ。アサリのエキスがもう味噌汁の中にすごく出てて、ちょうど今日寒かったんでめちゃくちゃこう心も体も温まるような、うん、いや、貝汁にしてよかったですね。はい、次はこちら、田島牛のハンバーグ。あれですね、あの和風おろしソース、ちょっとじゃあ半分に割ってみますね。おー、柔らかい。いきますよ、せーの。どうですか、この断面美どうでしょう。結構柔らかいですね。うん、じゃあいただいてもいいですか。はい、それでは田島牛のハンバーグいただきます。おお、もう食べた瞬間にすごい鼻に抜ける感じがあります。お肉のこう香りというか、うん、結構ジューシーっていうよりはこう、なんだろうな、しっとりとこうゆっくりこう味わいたいような感じで、え、ちょっと待ってくださいね。上品、高級な、うん、うん、こうなんか目をつむってゆっくりうなずきながら食べたい。うん、田島牛って美味しいですね。はい、はい、こちらは唐揚げ定食に、こちらもお味噌汁は豚汁にちょっと変更しました。わー、いいですね、具沢山で。じゃあ豚汁もいただきたいと思います。いただきます。うん、あー、これ結構豚汁めっちゃ美味しい、優しい、心が本当に温まりますね。もう肉の旨味を後からです。まず野菜の甘みがめちゃくちゃこうきて、で後からこう肉の旨味が来るような感じで、なんかこう思わずこう顔がほころぶ。はい、いや、豚汁好きなんですよ、美味しいです。はい、豚汁すごいですね、もう箸でこうガサッといっても鍋くらい具が入ってますけどね。ちょっと食べていいですか。はい、わ、唐揚げもこんがり、こう結構こんがり焼かれて、嬉しい見た目をしてますね。はい、それではいただきます。うん、うん、あー、美味しいな。なんかここの日本海さんの料理ってもう家庭的な感じでこううなずいて
美味しいな。こう断面はこんな感じですね。はい、こうジューシーでカラッと揚がってますね。はい、ありがとうございました。ごちそうさまでした。また失礼します。あ、ハルさん、まとめ。はい、ライブステーション日本海さん、めちゃくちゃ金額もリーズナブルで料理もめっちゃ美味しくて、最後このご縁がありますようにってチョコレートをいただいたんで、なんかすごい、もうトータル的にもすごいいいお店でした。まあ岡山からは遠いですけど、そういったスキーの機会とかこっちに来た時には絶対また来たいなと普通に、はい、そうですね。ビーズの稲葉さんも津山出身でしたかね。はい、だからそんなすごい有名人の方も、ちょっと写真はその現物のやつはちょっと遠いですけど、著作権の問題があるので、ね、じゃあ、はい、お店の中にありましたね。 ありましたか、はい、へえ、すごいです。すごいお店ですね。はい、はい、ぜひ、はい、これからスキーシーズン、これからのスキーシーズンも、はい、ぜひドライブステーション日本海さん、美味しい料理を食べに来てはいかがでしょうか。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。